死ね。死ね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 。死ねえ死ね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 。死ね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 。死ね。お前が死ねよ。おいうぷ主、霊夢がついにサイコパスになったぞ。とりあえずお前が何でも異常者に認定したがるお年頃っていうのは分かったよ。いや違えんだよ。霊夢が今朝から俺にずっと、死ね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 。って言ってくるんだよ。それサイコパスじゃなくてヒステリーな。お前に何か恨みがあって、ぶち切れて発狂してんだろ。たく。これだから女は。霊夢俺に言いたいことあるんだったら言ってみろ。って霊夢。死ね。死ね、ねねね死ね死ね死ね。死ね、死ね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 。死ね、ねねね死ね死ね死ね。死ね、死ね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 。死ね、ねねね死ね死ね死ね。死ね、死ね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 。うるせえ、てめえ人のことからかってんじゃねえよ。そうだぞ、脳みそのどこ打ったらそんな状態になるんだよ。死ね、死ねえ。けなしてるようにしか聞こえねえよ。死ね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 。ここからはプラカード出すのめんどくさいから字幕で翻訳していくよ。てめえ今喋っただろ。死ね、死ね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 。なるほど、つまりはその病気、死ね死ね病ですね。そのまんまじゃねえか。死ね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 。うん、その病気を治すのはあなたの努力次第ですね。この病気の原因はあなた自身の心の中にあるから、それを見つけ出す努力をしてください。あ、そうだ、あなたと同じ症状に悩まされてる人たちが集まる団体があるので、そこに立ち寄ってみることをお勧めします。なんやここ一体。死ね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 ねね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 。死ね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 ね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 。この人なら病気の原因を突き止めてくれるんじゃないか。死ね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 。お前も文字すら書けねえのかよ。死ね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 。え、マジかよ。それから二人のカウンセリングは始まり、霊夢の心の奥底に眠る病の原因は時期に明らかになった。死ね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 。なんだ、言ってみろ。死ね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 ねねねねねねね。死ね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 。あ、恥ずかしい。あ、治ったー。やった、元の霊夢に戻ったんだぜ。でもどうして治ったんだぜ。私は普段からおしとやかに清純に振る舞おうとするあまり、素の自分を心の奥底に閉じ込めてしまっていた。だから私の心は私の素を隠すためのツールである。恋を奪って、清純と真反対の死ねという言葉しか言えなくして、素の自分を解放させようとしていたのよ。うん、説明長ったらしすぎてよくわかんなかったけど、治って何よりなんだぜ。霊夢よかった。パチパチ。そう、治って何よりだわ。先生が死ね死ね団を紹介してくれたおかげです。ありがとうございました。うん、だけどね、素の自分でいることも大切だけど、清純な自分でありたいっていうのも素の自分の声なんだから、大切にしなきゃまた死ね死ね病にかかっちゃうわよ。はい、気をつけます。それはいいんですけど、何ですかこれ。グッフ、バカめ。死ね死ね病なんて病気あるわけないでしょうが、我が軍の死ね死ね商法にかかればこんなの朝飯前よ。我が軍の洗脳電波で頭をおかしくして、あとは巧みに騙すだけ。あの女もよく仕事してくれた。霊夢とかいうあのアホ、今頃あの女の診察室で。グッフ。グフフ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 。